どうも、ケイスケです。新キャラクターの情報が解禁されたので、ちょっと一緒に見ていこうかなと思います。どうぞ。正義の味方、グレートサイヤマン。今こそ正義の力を示すとき。はあ、うっ、あらっ、いやっ、ガチッ、あらっ、おまじだ、死ね、腹を合わせるぞ。はい、うわー、まだまだ戦えるわ。アクは絶対許さない。よし、決まったな。正義は必ず勝つ。正義の、はい、ということで、グレートサイヤマン1号2号が実装します。はい、ブロリー&チライ以来のタッグのキャラクターですね。はい、まさかの新キャラでしたね。まあ前々回ぐらいの動画ではね、2号が全開覚醒するんじゃないかとか言ってたんですけど、なるほどね。グレートサイヤマン1号2号過去アシスト参戦決定と、回復と攻撃バフで味方をサポートし、敵の手札封印や被ダメージアップと敵の弱体化でパーティーに貢献するぞと、劇場版パーティーの援護枠として大活躍するキャラクターだ。ご期待通りに。あ、これが前のツイートの答えだったんですよっていうのを、まあ言ってますね。はい。どうなんだろうな。どう思います？これはね、まあまずそもそも劇場版パーティーを使うに値するキャラなのかっていうところですよね。うん、今の劇場版パーティーって、まあそのメタルクーラ編の悟空が実装されましたよね。緑の。まああいつめちゃくちゃ強くて、まああいつがいるおかげで、まあ別に弱いパーティーではないんですよ。今でもね。ただまあ、ちょっと決定打にかけるというか、なんかわざわざ環境で使うまでもないパーティーになってはいるので、こいつが実装されて、その劇場版パーティーが復活しだすのかっていうところですよね。で、前回の、ブロリー&チライも、まあ一応劇場版ではあるんですけど、タッグタッグでもう数で押し切るみたいな。めちゃくちゃ試合が賑やかみたいな感じにしてもいいと思うし。で、ブロリー&チライってさ、正直その、初のタッグキャラクターにしては、あんまり話題にならなかったというか、話題っていうよりも、まあ、そこまで強くなかったんですよ。正直。だから、今回のグレートサイヤマン1号2号はね、そこそこぶっ壊していいんじゃないかなって個人的には思ってます。はい、まあ、劇場版パーティーファン多い人多いと思うし、使いたい、今の環境で戦いたいっていう人いると思うんですけど、まあ、やっぱりその、キャラクターがちょっとね、古いキャラクターばっかりになってきたということなんで、まあなかなか厳しいとは思うんですけども、ただね、援護タイプでしょ、こいつ。援護タイプっていうのは結構いいなって思ってて、個人的にはね。まあ、その理由が、今の環境にその超高火力キャラクター実装しますよみたいな感じで言っても、結局全開覚醒親子ご飯の方が火力高いんでしょっていう感じになりそうじゃないですか。まあ、だから援護枠として味方強化もできるし、まあ、敵の手札封印もできるし、被ダメージアップ、敵の弱体化、まあ、この辺で、まあ、言うなれば全開覚醒ビルスみたいな、味方の支援もできるし、まあ、自分自身もそこそこ殴れるし、敵のバフも消せるしみたいな感じで、まあ、長生きするようなキャラクターとして実装してあげるっていうのはいいことなんじゃないかなっていう。
感じはしますよね。はい。これタグどうなんやろうね。タグ怪しくない？前のブロリー&チライは別にそこまでタグが多かったわけじゃないんですよね。確かちょっとどんなタグ持ってたかちょっと忘れちゃったけど、フリーザ軍と、まあ劇場版、あとちょっと忘れちゃったな女戦士とかなかったもんね。まあだからこいつはあくまでグレートサイヤマン1号がメインで2号がアシストなのであれば、女戦士のタグはつかないんじゃないかなっていう感じはしますね。はい。まあその辺は実装されてみないといまいちわからないというか、うん。でもう一体新キャラクターの情報が来ております。はい。まあそれは一体何なのかっていうと、まあ上なんですけど、これです。はい。これは一体何ぞやと。まあロゼでしょこれ黒いところからピンクに変わる、なんかどっかの動画で言ったと思うけど、その変身ロゼとかが、まあ、実装してもおかしくないんじゃないかっていうことをね、どっかの動画で言ったと思うんですけど、まさにですよ。うん。黒色からピンクに、まあ、悟空ブラックからロゼにっていうことで、多分これ変身ロゼ来るんじゃないですか。うん。ってことは、これグレートサイヤマン1号2号と一緒に出んのかな。ガシャバラバラで草生えるんやけど。まあ分からんよね。さすがに。どっちなんやろ。まあでも今に始まったことじゃないか。うん。今に始まったことじゃないから。まあ、それはそれでいいか。いや、このガシャは、引く人多くなると思いますけどね。で、他の意見、はちょっとどうなんだろうなって思うんですけど、まああまりやめとくかこういうのはまあ予想してるのが多分面白いと思うんで、はい。で今ねアプリ立ち上げてブロリー&チライ見たけど、サイヤ人とフリーザ軍しかないから、まあ多分1号2号も混血サイヤ人だから、今実装されてるグレードサイヤマン1号と同じタグになるのかなっていう感じはしますね。ただまあ、混血サイヤ人のタグがついてるんであれば、また混血推しかっていう感じにはなるけど、どうなんだ？混血サイヤ人ありますね。孫一族もありますね。せやからちょっとね、怪しいっちゃ怪しいですね。劇場版パーティーで果たして使われるのかっていう感じやけど、まあ、色にもよるかな。うん。で、まあ多分こっちの方が大目玉ですよね。変身ロゼ。変身ロゼ実装すれば、何色がいいやろ？黄色かな？黄色が欲しいんじゃない？髪の毛パーティーは。もうブルー海洋原悟空はちょっと厳しいんじゃないかなと思うし、まあロゼが黄色はどうなんだっていう感じではあるとは思うんやけど、まあその辺はあんまり関係ないっぽいし、変身ロゼ。多分これ水曜来るんちゃう？もうそろそろよ。まあ、めちゃくちゃ、もしね、これが1号2号と同じガシャなのであれば、多分ロゼファンはグレートサイヤマン1号2号のトズがめちゃくちゃ増えることになるんじゃないですか。はい。ということで、まあ僕の予想では変身ロゼだと思います。はい。皆さんは何だと思いますか？コメント欄に書いててください。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それではよきドラゴンボールライフを。バイバイ。
sure.